勝則より上だよ。勝則に最後に行った。ほんと多分ね、誰かが行く、誰かが行く、いつか行く。大学東大行け、東大の野球部。あー、そうだよ。うん、行ったらレギュラーで即。次、大輝、お前、お前から。あ、待ってこ、頑張って、いや、いいリードだった、本当に。あの2人目のリード、あれはすげえな、びっくりしたわ。あれはすごい。だってイケメンだったから、絶対もう三振取ってやろうと思った。鈴木さん、今日三振率、カンパじゃないよ。すごいね。もうイケメン率がすごいから、もう三振取んないとさ。鈴木さん、もう三振7個取ってるんだな。イケメンって怖いね。鈴木さん、7個も三振取っちゃった。イケメンって怖いね。カンパじゃないよ、マジで。ラジオ撮ってんだよ。開花。これ楽しそうだわ、投げてて。いや、多分マッコじゃないね。ワンバンがないもん、全然。ないよね。もう行っちゃうかもしれない。ババチロ。おいおい。コウスケどこ打ってんだよ、お前。俺に当たったらどうすんだよ、お前。風前、岩手県です、バルト。あ、そうだね、ちょっと見てました。見てました。サッカーゲームできなくなっちゃうじゃん。もう一本、もう一本、もう一本、もう一本。ケイ、見て見てる。あれもうちょっと上来たらお前のポイントだぞ。そうだよ、ずっと左だ。去年から左だよ。ずっと左だよ。はい。おお、よく見たな。成長期だからあれだね、体大きくなったね。そうだ、去年大人のボールにさ、力負けだったのに今負けてねえもん。逆にね、キャッチボールしたら痛い。そう、痛い。飯玉くんの。ほんと迷惑。おー、顔見せ、顔見せ。仕事になんねえよ、顔振っちゃダメだよ。随分そうだね、なんかパワーついた感じするよね。仕事僕そんな手してるほら、玉食いとけ。そっちの玉じゃねえよ。一生楽しみ好きだよな。ちょっとダメだな。出ちゃう、出ちゃう、玉食いたら出ちゃう。ダメだよ、一生ちゃう、ついちゃう、お前。イエーイ、はい、ナイスナイス。ああ、気持ちは締め、攻めるんだよ、攻めるんだよ。自然に。おっしゃー、うまい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 。早いな、やっぱさすがに。ナイバッチ、いいね。ずいぶん近い中学生、ね、一気に来たね。負けって素晴らしいな。でもそうだね、だってやっぱりどうしてもさ、球の重さとか違うもん。ノートかノート、ノーケー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 、いっちゃいっちゃい、あそこにアフバスってのはすげえ。行け行け行け、中学中3中3だよね。ね、そうだよね。ナムさん、一応学校には許可取るんですか、公式戦以外にやっぱり出てるか。そういう許可っていう指導方針みたいなところは、昼間どれぐらいやるか分かんないし、夜も使っていいんですか。あ、なるほど。そういうあれなんですか。だから、ドラムと一緒にだから、トラブルがない。ゴー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 あれ、プロがさ、プロがなんか教えるとか、そういうのはコウスケ、ノーアウト。あの、教えるんじゃなくて、チームに入って活動するところが禁止っていうのが、あの、学校の方針で、怪我とかレギュラーされたら大変じゃん。あ、そういうことね。ゴーゲー、回れ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 、勝っていいよ。すげーな。ナイバッチ、ナイバッチ、ナイバッチ、ナイバッチです。ナイバッチだ。